はい、どうも LP です。前回の続きからですが、今回は古代遺跡に絡んだ検証をメインにやっていきます。連れ去られたヘンリーを追いかけるパパスに話しかけられるのか気になったので調べてみたら、という結果でした。あらかじめ伝えておくと、今回は前回の続きの扱いになりますけども、今回の検証によってゲームデータが破壊されてしまうので、セーブデータを複製してこちらは壊れてもいいデータとしていろいろと検証した後で消してしまいますので、次回の動画では今回のデータは使用しません。ということで、ヘンリーを助ける際には船に乗らないとイベントは起こらないようです。ここでパパスが離脱してしまいますが、もともといたパパスは離脱せずに残り続けます。もしパパスに話しかけると、体だけ話しかけた方向を向きます。反対からパパスに近寄ってみると、パパスの首がありえない方向を向いてしまうのですが、それ以上に気になることは主人公の増殖っぷりでしょうか。ギマドのイベントを壁抜けで回避して外に出てみます。外に出てみるとボス戦の BGM の状態が続きます。ではこの状態で青年期のイベントを進めると一体どうなるのか確認してみます。偽太鼓を倒すと BGM は元に戻ったので、この状態で古代遺跡に行っています。どうやらゲマとのイベントはまだ生きていたようです。ちなみにこのゲマとのイベント戦は勝つとどうなるのかという検証は有名ですが、
この後パパスがダミとゴンズの攻撃に耐えて敗北してしまうイベント戦をもし勝ってしまうとどうなるのかという検証を過去にやっていますので、気になる人は概要欄のリンクからご覧ください。ちなみに先ほどは青年期前半のイベントを進めましたけども、今度は青年期前半の終盤となるレモンズタワーのイベントを進めています。幼少期の主人公がレモンズタワーに行くと結婚相手は誰になっているのか非常に気になるところです。未婚の状態でデモンズタワーに行くと、そこにはフローラの姿がありました。もしフローラを仲間にした状態でビアンカと結婚したらどうなるのか、それは今後の動画で検証していきたいと思います。気になる人は今のうちにチャンネル登録をお願いします。ということで、青年期前半のイベントが全て終了した状態で古代遺跡に行くと、相変わらずゲモの姿が残っていますが、イベントは起こらなくなっています。パパスに対しても同様で、近づいても何も反応がなくなってしまったところで、今回の動画は以上です。